うん、まあこの「つまり大」っていうライブがやっぱすごくハマらないと思うんだよね。やっぱり面白いな、副音声は。もう一個振りたかったな。ってことで、お久しぶりです。鎖ヘッドラインということで、今日は何回目になるのかなっていう感じなんですが、とりあえず内容としてはですね、こちら出ております。キングオブキングス2016ファイナルの DVD 2枚組になってますね。まあ、ちなみに今副音声にして、自分とダースレーダーがこう話しながらっていうそんな形でこう聞けるようになってるんで、試合を見て、この試合の進み具合を見ながらっていうことになってるんですけど、さっきの美味しそうですね。今日は昼間の午後の高田の馬場からお送りしております。だって分かるでしょ、目の前にいるじゃん。タンカー、なんでだからだって目の前にいたじゃん。だから本当に嘘でしょ、あれ。マミマ言ってないよね。言ってない。呼んで。また銀行入った。怖い。なんでまた銀行入った。また取り直してる。ずるいずるいずるいよ。やり直してるわ。いやー、顔がもうリアクちゃう。キングオブキングス2016グランドチャンピオンシップ、まだ見てない方、あ、スタバの前で止めて、ここストップストップ、どうスタバの前で止めてたって。キングオブキングス2016グランドチャンピオンシップファイナル DVD 出ております。この DVD の方は最後の方になると、チャンピオンガドロのこのチャンピオンになって、それからまあ彼のインスタライブなんかもあったりとか、アルバム発売なんかもあって、その辺のねことやこの時の気持ちなんかも振り返って喋ってもらってる映像なんかも入ってるんで、まだ見てないっていうか、確実に DVD でしか見れないものもあるんで、はい、そっちの方も見て、大会運営を支えてもらえるとこれ幸いかなと思ってますね。そしてもう始まっております。2017キングオブキングス予選、5月13日まで、次はブエノス東京でやるんで、今年に関してはまだまだ全然挑戦者、いろんな枠が余ってると思うんで、よろしくお願いします。それとこの今回今年はですね、原点回帰ヒップホップに戻るってことで、このジャケットだったりいろいろアートワークの方は、僕の前面タブーやってもらってるんで、そっちの方もチェックしてください。それではまた次会える時に、それまで皆さん元気にそのスキルを身につけて、ガッチガチバトルブームで終わらないように。ピース。